やっていこうか、花火がチュドンカーンでブーム始まるだ。しかと見届けろその町の侍を、月が落ちて全ては終わる。だがまた時を巻き戻して月が落ちる前の平和な世界を取り戻したいか、それとも運命に抗い未来をその手で掴み取るか、貴様はどちらを選ぶの？あー姉ちゃん、トレイル馬、山、海、谷、ここにブイン。余計なこと言うな、竹寄せ。何すんですか？だから思い通りにはさすがいわ。ちなみに皆さんご存知かどうかわかんないんですけど、4体のその巨人を手に入れてないタイミングでここに来たら、今のチャットのセリフがなんか違うものに変わってるらしいんですよね。てかまあむしろその4体掴めることによって違う。そのセリフになるって言った方がまあ表現としては正しいのかもしれないですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。わかんない。いつもね、毎回忘れちゃうんですよ。いけてるはず、いけてるはず。あ、しゅしゅしゅ、かって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 。もうね、適当に覚えてダメだよね。うん。しかもこれ、超重要な、歌なのにね、超重要な曲なのに、全くこう、覚えてないというか、よくないよね。さてどこからともなく現れる俺たちみんなで巨人ズン。オラオラを言うのはクオヨンしんちゃん、踊って騒いでお尻を出してチンコクタック。うわはいはいはいでざます。仮面が私を締め付ける縛りプレイでございます。これが本当の縛りプレイってか。さあどこからともなく現れた下半身と顔がくっついているという巨人ちゃんですね。上半身はどこかなくしちゃいました。だから私のお手手は耳から生えてます。どうやって喋るんだろうね。うん、まあ多分あれだろうね、骨伝導で何か喋っているってことがこう伝わりきるという、そんな感じなのかもしれないですよね。ということで、どこからともなく現れた、私はいつまで隠れていた、だから普段はあれなんだろうね、透明マントで見えないようにしてるって感じなのかもしれないですけどね。まあゴリッゴリにあれだよね、街のそのいろいろとこう出してオブジェクトをぶっ潰してるよね。これなんかほら見て、噴水を思いっきり踏みつけてるから、ね、バーン踏みつけるだけじゃなくて蹴り上げてくからね、よく壊れないよね。だからあれなのかな、こうこっちの意思がない限りには潰さなくて済むみたいな、そういうちょっとご都合主義なのかもしれない。そして赤いオーラに関して、一生懸命支えるということで、月そのものは支えないで済むっていうね、うん、なんか触れてんのか触れてないのかよくわかんねえざますっていうところなんだけど、さあ行きますよ。おててブラブラ手ブラエロいということで、皆さんここからはツッコミポイントが拭いきれない状態になるかもしれないですけど、あからさまにですね、その支え方だったら膝から崩れ落ち月落ちてこねみたいな感じの支え方なんですけどね、普通手の位置逆なんだよね。もう上じゃなくて下からこう持ち上げるようにやっていったらいいのに、なぜかこう上から支えるっていうね、もう本当に押し返す気がないっていうか、もうただただ落ちてくるのを食い止めるしかないでやんすって。そしてなぜかここで落ちてくるのを諦めて、月がもう限界を押し負けました。間に合っていう状態になってるんですよね。なんでやねーってことなんですけど、そしてオーラがなくなった瞬間にね、一体何を支えとんねんっていう感じになるんですけど、本当に何を支えてるんだろうね。ダメ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 、そんなこの時代のゲームにそんなツッコミ入れちゃダメですよ。本当にやだ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 、そんなギャラしい目線で見る男なんかがこうあれで純粋に子供のゲームをやっちゃダメだっていうんですよね。と、ほんとは兄ちゃん、トレイルよかった、間に合った、巨人たちの叫びがストレイキッドに聞いたのね。まあ叫んだのか、なんかね、まあ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 、そんなにストレイキッドを攻めちゃダメですよ。ストレイキッド、SOURO なんだからさ。よし、オッケー。いいだけじゃなくて、あそこもちっちゃい。確かに。
力を使うには荷が大きすぎたようだ。誰が喋ってるの？仮面ってお口パックンチョなの？チャーパーピキピー、ドゥドゥドゥン。はぁ、開けてびっくり。使えない道具、ただのゴミでしかない。リデュース、リユース、リサイクル、この役割はもう終わった。リサイクル、はい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 。ちっちゃい人は気にすんな、それはちくわかちくわ。あの月はお月様は、まあまああれですね、うさぎさんでお月様ポッチン、メタポッチンっていうところでね、そんなこんなでやっていきましょうかということで登っていくんで、まあ私もさついてきて、もっと食うて、あらへっちまったって、あ、待って、ごめん、あの、字幕が出る前にあのセリフ言っちゃった、あれ、ここで初めてお月さんと喋るんだったっけ、そういうのも全然ちょっと覚えてなかったからね。と言いながらさ、戻っていくしかないね。さあ、改めて、あ、おわしプルプル、みプルプル、合わせてポロポロ、みポロポロ、おおひでポロポロ、ジブリ作品、あそこに行って、お月様が出てくる作品といったら、確か、かぐや姫の物語とか、なんかそんな作品だったっけ。なんとか丸、なんとか丸、うんち丸じゃなくて、なんかね、なんだっけな、浮気丸だったっけな。とりあえずね、あのね、自分に奥さんがいるにもかかわらず、なんか幼なじみだったかなんだかよくわかんないけど、あの、かぐや姫に恋をした男の子が、あの、自分たちの、あの、自分たちは自分の家族を裏切って、そのかぐや姫と共にあの天に見されていくっていう、なんかあの究極にド変態なあの作品が確かね、ジブリの作品にあったかと思うんですけどね。でなんかね、その作品ね、あの、なんだっけな、当時なんか友達となんか見に行って、最終的にあのかぐや姫はすごく純粋な女の子だよね。で、あのそのなんか一緒にあの旅立ったやつはあのすげえ最低なやつだったよねっていう、なんかオチになった気がするんだけど、どうだったかな。もうだってこれかれこれ十何年前の話、もうだったもういいおっさんだぜ俺。だってもう32になってさ。ということで、こんにちはムジラの仮面ちゃん、お前は後で俺がじっくりたっぷり料理してやる。そして私は今猛烈におしっこが行きたいんだけど、まあとりあえずあのどこまでやるかっていうのはね、わからないんでね。まあ、あの、再生時間で、ああ、どこまでやったんだなっていう、皆さんのね、真実はいつも一つっていう、あの、素晴らしい推理によってですね、あの、やっていただけたらと思うんです。はい。あの、大概にあの、高山みなみさんが、なんか、あの、コナン以外の作品出てるときってさ、こう、大体あの、パロディでさ、真実はいつも一つとか言って、なんか結構滑ったりとかしてるみたいな、その滑ってるっていうのは、その、僕らが見てなんかいろいろ滑ってるとかってそういうことじゃなくって、その作品中の中に、え、それってどういうことみたいな感じで、こう滑ってるみたいなのがあったりとかするよね。あのクレヨンしんちゃんにもさ、あの名探偵コシーンってさ、あの見た目は子供、頭脳じゃ見た目は5歳、頭脳も5歳、お尻は臭い名探偵コシーンって、いやー俺の足は臭えんだなーって言いながら、なんかこうやったりとかするシーンとかもあったりとかしたけどさ、うん、覚えてるかな。ね、なんかあの野原家の一族、ちゃーんちゃーちゃーんちゃーんって言って、スオトメ家の一族か、スオトメ家の一族かだったっけな、なんかそこがなんかいろいろとやばいことになってね、あの黒磯が犯人でしたみたいな、あれ黒磯が犯人じゃねえの、誰かが犯人になってるね。で、とりあえずなんか乗っ取ろうとしたやつが、トムリドルになって、で、あのボルデモート発射準備オーライつ、バー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 って言いながらおけけ離して、あのツムツムピョンピョンってね、もう日本語になってもうわけわかんないことからさっきからベラ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 しゃべってるわけなんですけど、まあ、そんなことも気にしてたらね、ゲーム実況なんか一切することができないから、まあ、今日はもうね、あのラストパートだと思って、あの好き勝手ベラ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 喋れて。さあ現れたかダイナフス、お前前回パートだったか前々回パートだったか忘れたけどな、たった一匹で現れて大丈夫と思うね。煽りや一発終わりすノック KO さよなら、おしまい、チンチン。もっともっと鍛えて出直してくるんですな。ゴインボイン、ゴインとボインで、J カップって、J カップって言ったらあれですよ、あのね、2年後の波とね、それからね、あのね、パラワが一番世界で美しきものなのが、キョ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 っていう、あの髪の毛の長い、あの後ろにゴーゴンの目があると噂されている美女がね、あの J カップの話ですけど、あっけ、なんかもっと懸賞金7900万のさ、8歳でその懸賞金をつけられたやつって、死して屍残すまじ、爆弾プロプロ、ポロポロ、重ひでポロポロ、ジブリ作品、あ、ジブリ作品といえば、かぐや姫の物語という作品があって、なんかで聞いたことあるの、デジャブー。んで、そんなこともあったりするんで、何の話をしてたんだっけ、何の話をしたか全くもって思い出すことができないんだけども、まあ、そんなことはどうでもいいや。で、あれ、マジで何の話をしてたんだっけ、あ、そうだ、あの、ロビン2個もね、確かその、あれ、んで、ここに確かなんかどっか、あれ、ここはないのかな、特になさげかな、じゃあ、ハメハメしても大丈夫か、ここから。
またじゃあ次進んでいきましょう。ということでお邪魔しまんにゃわ、お前またいたのか、ゴインはしもしーん、ゴインって言ってゴインって言ってジェイカップっつってんね。もうなんかもうね、昔もね、あのクレヨンしんちゃんもあったよね、なんかあの心配おっぱい F カップっつってさね、あの急にあの風間くんのママが挿入化する作品じゃねえか、あなんだっけ、作品だった話か、話ってことでさ、お前のものが早いか、俺が見ますのが早いか、勝負だ甘いはまた出ておいで、出てきなっせ、さようなら、ふいふいふい、ボーム爆弾が浮いている、ボンボ爆弾も同じ日にちょっとお日の間させてください。で、そんなのはどうでもいいんだけど、どう？とりあえず、これなんか上覗いてみて、で、ゴム中をチュッチュして、もうその、スンッとすげえゴホゴホゴホ出てる。だからこれ今もね、こうやってあの月の中でさ、いやタイミング合わせろってか、これ10発で足るかな、大丈夫かな、大丈夫かな。ところさ、これ今もだからゴゴゴゴゴゴってなってるってことは、あの今もね、あの巨人ちゃんたちがさ、あの、サンパウロとかさ、あのさ、ドリーとプロギーとか言いながらさ、で、あと一匹なんだろうな、なんか、サンファウルフじゃなくて、なんだっけね、ほら、いたじゃん、あいついたじゃん、ニコロビンを逃がしてくれたの、巨人族、ね、海賊長だったかなんか、元中将だったかな、パウロ氏だったかな、もう、サンファウルフか、ウルフだな、足に、あれ、なんちゃらなんちゃらの実って言ってさ、最近さ、ようやくさ、ガープが死ぬっていうところの単行本まで追いついたってね、遅すぎるやろお前みたいな状態なんですけど、だってあれ単行本が出たのもだってもうかれこれ今年の年明けくらいだったから、またお前いんのかよ。ということはこれタイミング合わせて、よし行くぜ、3-2-1ゴーショー、オーケー、発射準備オーライト、ここ覗いていったら、果たしてお前何がいるのかって言うといた、モルドツイン、そしておしっこが漏れそう、まだ言ってんのか、しつこいって話なんだけど、ドンゲールとか、そう。でね、やっぱりね、お月様って言ったらさ、うさぎちゃんがいないといけないからさ、うさぎ頭巾を最後の最後までにしていこうかなとか思ってね、そういうことなんで、とりあえず、これいらなさそうなやつね。で、こいつね、もっともっとタイプは強くなるよペカチュウ雷の石雷中っていう状態になっちゃったりするから、まあ、そんなことはね、どうでもいいんだけど、ペラ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 やってる君の顔、本当のどんな顔？僕の顔はですね、まずね、一言で言うと、醜い？誰か僕の顔のことを愛してください。顔だけでいいです。中身はどうでもいいですから。まあ、中身はほらさ、だってさ、まあ、パッと見てさ、でもよくよくさ、考えたらさ、なんかさ、0.6 秒、科学で言ったら 0. 何秒でさ、判断つくとかっていろいろ言ったりとかもするけどさ、やっぱりさ、フィーリングってすごい大事でさ、なんだろう、僕面接する立場になったことは、まあ、ね、新卒で入った会社くらいしかないから、もう今わかんないけど、やっぱりね、1時間、例えば枠があったとしても、最初に会話してね、30秒くらいでね、あ、こいつ、フィーリング合うなとか合わないなっていうの、大体なんかわかるよね。喋り方の癖だったりとかさ、こう質問に対する回答とか、うんぬんとかっていろいろとかあったりするけど、最初の、よろしくお願いしますの時の、なんかそのトーンで、あ、こいつ、本気でなんかコミュニケーションを取ろうとしてるなとかさ、それから、なんだろう、面接受けに来てるなとか、あるいは、一緒に職場に入ったとかもしてさ、大体その会社で働く人たちってさ、その現場レベルの人たちってさ、面接に出るわけじゃないからさ、こいつ、実際入社してみたらさ、あれ、なんかこいつに違和感あるんじゃねえ、なんでこのやつ取ったのっていうこととかもあったりするじゃないですか。実際そいつ2社目の時にそういうパターンがあって、1年経たずで辞めてったかな、10ヶ月か11ヶ月かくらいで、で、2社目の、僕がね、2社目で働いてた時って、なんだっけな、ウィムスこれだからあれだね、ポイってやったらダメなんだな。おー、いいね、いい感じなんだけど、ちょっと待って、ギリギリ、崖の上を行くように、フラフラしてるんだよねー。うおー、ちょっと、しかも、ぐるぐる、戻ります。ピピ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 、マジかよ。こんなことが起こっちまうんだな。ういー、近い。ってことで、行くぜ、ファッション準備オーレイ、ドゥフー、そう。でね、しかもね、その2社目で働いたところがさ、給料はね、平均じゃないと、なんか基本給か、基本給はまあ20数万円というところだったんですけど、残業見込みが45万円の残業
踏み込みがついているっていうところで45時間のね、まあよくあるじゃないですか、なんかどっかのバカの会社はさ、あの80時間の残業見込みがついてさ、 あったかもなんか初任給が高く見せてるような会社とかもあったりとかしたけどさ、まあそういうのにさ、僕も当時その1回目の転職とかだったからさ、あんまりそういうの見ないでさ、残業手当別でつきますとかっていうんじゃなくて、そのそもそも見込まれてる残業代がつきますみたいな状態のあれだったから、そう、いやちょっと待って、なんかむちゃくちゃ下手くそじゃねえ俺、まあ元から下手くそなんだけどさ、なんかまさかその下手くそに磨きがかかってる気がするんだけど、そんなことは気にせずに足準備をお願い、なんでちょっと右にずれてってるのは、その微中性、微中性ってなんだよ、微中性をしたせいでなんだかもう大変な目に遭っているでゴンス、ぐる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 、わー戻されていく。さあ戻ってきたドラえもん、これ次なんかまあミスったらもうこれなんか一回リセットした方がいいかもしれないね、ってことで、はーしゃー、ドゥ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 イーン、いやいや、もうあれだよ、かれこれ20年くらい前に見たあの攻略本の中ではさ、だってこれ自体が2000年発売ってことはさ、今2024年だからさ、24年前でしょ、俺待って7歳違う、ごめん、サバ読んだ、8歳だ、うん、24年前でしょ、で今32だから、そうだね、8歳だね、8歳ってやつだから、ちょっと待ってね、一旦カットしようか、ということでカットした結果ここまで来たで戻ってんだよお前バーカだ、あれちょっと待って、カットしてようやく戻ってきてさ、さあ次のターン進んでいきましょうかって言おうとした瞬間に落ちて、またここ戻ってきてんだもん、何のためのカットやったんだ、ほんとここに戻ってくるまで15分くらいかかってかんな、もう俺の努力と涙と汗の結晶を全て一瞬で無理にして、ほんと俺才能なさすぎるわ、っていうか、あのね、当時そのやっぱゲーム上手だったんだと思うよ、上手だったのと、あとやっぱなやり慣れた64と、このなんかあんまりこうやったことのないあのぬる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 動くプロコンとのそのなんかそのやり方の差っていうのがなんかすげえ大きい感じがしてさ、なんかプロコンなんか微調整がすげえしにくいっていうさ、ちょっと言い訳になるんだけど、でこれさ、まあどうかな、ハード今これ1個増やすところであんまり息がない気もするから、とりあえず、こっち行ったら戻っちまうから、もうじゃあこのままクリアしちまうだすかね、こっちだって戻るだしょ、うん、だもんね、よし、じゃあこっちこのぐるん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 進んでいくで、ロー、おい、ということで、あ、そうそう、で、あ、その、基本給20万円と、で、なんか4、まあ、トータルで、だから、あの、45時間の、あの、残業込みすると、まあ、35! ですよねー、そう。あの35万円くらいだったのかな、当時の給与がね、トータルすると、まあそうするとあのなんか逆算するとあの基本給がいくらで残業がいくらでとかってなんかバレそうな気がするけど、まあそれプラスボーナスがあるみたいな感じだったかなっていうようなね、まあ年収ってあれ過ごしてたんだけど、だからあ初任給で30万超えてくると、あなんか一見高そうって思うかもしれないけど、その内訳ちゃんと見なきゃいけない、基本給はいくらとか、その手当がいくらとか、もうそれ残業がいくらとかっていうのをちゃんとはっきりとあの分かった上で就活をしていかないといけない、ここは辛いよ、もうなんかラスボスよりこいつの方がなんか強い気がしてきた、もうラスボスはねとある手段を使えば秒殺できるんだけど、まあ秒殺をしたところであまりにも面白くないから、あの頑張ってさしないようにするんだけどさ、あまあ何がつまんないかっていうのは実証実験データをたくさん踏まえておりますので、そちらを皆さんに提供しつつですね、はい、やっていこうと思います。邪魔、ついにあの壺もさ、お前に取られたくねえよって落ちていくの、ちってもう気をつけろで、これは結構ギリギリ直下で、ちょっとこう目線を合わせていくと、こうあのまっすぐ倒した時にそっちの方向に進んでいってくれるっていうのを、あの24年前の攻略本で見た気がする。ゲッチオケベイベー、はい、ちょっと入れない、落ち着いて、カウントダウン、落ち着け、カウントダウン、オッケー、よし、じゃあピーンってやっといて、踏んでからのまず石ころはまだ使うかもしれないから、そうでね、これ面白いのかさ、これ違うで、これね、あのまずまあオーメン持ってほしいってことであげますよ、はいどうぞということで、これねカフェのオーメンどうぞって言って、こうしたらこれなんかね、それダメとか言ってるんですよ、それダメって言うんだけど、これ何なのかなっていうのを考察してた人がいたんですけど、あのどうやらあの何かしらのその魂が入ってるやつはダメだみたいな感じになっちゃうんですね。だから例えばそのカーフェのお面とか、今私座長とかだったら、そのなんか座長のお面はさ別に座長をかたどったっていうだけだし、それからカーフェはそのアロマ夫人、お母ちゃん、あの浮気してるお母ちゃんね、あのミルクバーロッテとあの浮気してるさ、あのタロンと浮気してるおばちゃんがいるじゃないですか、あいつがそのなんか懸賞金じゃないけど、その捕まえてきてタモレっていうことであの探す用のあれをあのお面を作っただけだから、じゃあカマルのお面はってなるわけよ。
とかさ、隊長の帽子とかもさ、まあ帽子だからあれなんかもしれないけど、ガロのお面とかもさ、そこら辺全部さ、その死に屍とかさ、そのカブロに関してはさ、目の前でさ、あの魂がさ浄化してた時に出来上がったお面だからさ、あれこいつらも魂こもってるから渡せねえんじゃねえって、それはダメってなるんじゃねえって思ったけど、なぜかね、そこはね、あの対象外になってるから、うん、なんかガバガバじゃねえってどういうあれなんだろう。だから変身する能力があるものに関してはダメなのかもしれないけど、でも変身するわけじゃないけど魂が乗り移ってさ、ピューピューピューって言って踊っちゃうわけじゃん、勝手にさ。ってなったらさ、あれこれ今度魂乗り移ってじゃねえとかって思うんだけどね。うん、まあ変身はしてないからセーフなのかな。だから魂乗り移る程度だったらダメだけど、体が乗っ取られるくらいに、あのもう体がおぞましく変身するっていうだったら、まあアウトっていう扱いになるのかもしんねえ、安明っていうところなんですけどね。まあそのあたりのね、なんかちょっと至福のひとときっていうのがよくわかんないですけど、至福のひとときっていうワードをチョイスしてることもよくわかんないですけど、とりあえずぐる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 。さて行きましょうか、行きましょう、行きましょう。ちょっと待ってね、あの黄色に行くのが正しい気がするんだけど、なんかもう危ないのがもうぐる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 回ってんだよね。なんかあの著白帯とかを持ってぐる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 回しそうだよ。著白帯ではないから、なんだっけ、あの関羽雲長劉備玄徳と、あと なんとか吉典、違う、吉典はあれだよ、あの詐欺若詐欺機がなんとか金牛に出てくるさ、あの闇金牛島君に出てくる、あの騙された男みたいな、あの騙された男っていうか、まあ哀れの男っていうかさ、あのさ最後の最後にね、あでも漫画とさ、ドラマとでちょっとあのポジションが違ったりするんでね。ということで、直接もう行ってしまって、もうぶち抜いていこうかなと思うんだけど、これはおそらく届かないんですよな。これは多分どんだけ頑張っても届かないだろうな、無理だ、うん、あの改めてやってみるまで僕も知らなかったんですけど、あのこれこのデクバナーで飛べるのって、そのなんか時間とかじゃなくて、よーよー日もよーよー、そう、なんかなんだっけ、あれらしいっすね、その飛距離で決まるらしいっすね、知らなかったそれ。うん、でポン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 、直接いけるでしょうよ、トト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 トフィーオッケー。そうで、何事もさ、あのやってみてさ、できるかできないかっていうことに、あのやっぱチャレンジしていかないと、人生限られている中でさ、あの食わず嫌いでさ、何もせずにやってさ、あの終わったものがさ、実はさ、あのやってみたら自分にとってあったりとかさ、すごい得するものだったり、お金が稼げたりとかさ、あの人付き合いが良くなったりとかさ、あの自分のなんか成長を感じられるものだったりとかっていうことがあったりするわけじゃないですか。だから僕がね、あのもしね、あのなんか有名な人に会うことができます、できるなら、あの誰と会いましょうかみたいなことをやったときに、僕はね、ぜひね、妹彩子さんに会ってみたいんですよね。で、妹彩子さんが、なんかかつて、いつだったかな、なんか年末年始、去年の年末年始とかな、まあ、あの今年の年末年始、去年の年末年始、どっちの方があの言葉として正しいかっていうのは一旦置いといて、去年の年末、今年の年始っていうのが一番綺麗なあの言い方なのかもしれないけど、そうそう。で、ってなったときに、なんか、初入学に出てたらしくて、残念ながら初入学のさ、あのインタビューは林って全部が全部 YouTube に上がってるわけじゃないから、なんでやねんとかって思ったりもするわけなんですけど、もうそれは一旦置いといて、で出た時に、そのなんかあのプロデュー、危ねプロデューサーに、そのこの、仕事やるかやらないかみたいなことをあの迫られた時に、やったらやったで、そのなんか身体的苦痛を味わうことになるし、やらなかったやらなかったで、じゃあお前にも仕事回さねえからって、でやんなかったことによって、なんかもう数ヶ月数年続く苦しみと、そのやった瞬間にあの与えられる苦痛とだったら、どっちを選択肢を取るのがあの自分にとってはふさわしいかってなった時に、結局どっちも苦痛になるんだったら、もうやってしまって、あこっちの苦痛でよかったなって思えるような方法を選択する方がいいんじゃねっていうことを言ってて、あなるほどなと。確かに、だってさ、勉強するってなったらさ、あ遊んだりとか飲んだりとかさ、食べたりとかさする時間っていうのを削ってさ、あの頭働かせなきゃいけないわけじゃないですか。しかもそれが自分の興味ある分野だとかだったりとかさ、いいかもしれないけど、自分のさ全くもって興味のない分野だけも仕事上必要だからってさ、いやいや、やらざる得ないような勉強とかっていうのをさせられるっていうことになったとしたら、もう苦痛で苦痛で仕方ないじゃないですか。でもそれをやることによって、例えば営業だったら成績を上げることができますとか、あの技術開発の人だったら反応機で、誰よりも多くの製品とか開発したりとか相手が湧きますとかっていう状態になったら、まあ、それはそれで素晴らしいわけじゃないですか。それができずに、周りからあの後ろ指刺されてくる、お前こうやれああやれとかってボコボコ言われたりとかっていうような環境状況とか続いてしまうくらいだったら、もうね、あの1時間2時間とかっていう勉強を例えば10日やってみました、トータルで10時間20時間勉強した結果、それがあのトータルで、まあ、1年2年、うん、あの他よりも周りよりもあの出世するとか、あの成績を収めるスピードが速くなりましたみたいな状況になったとしたら、それ最高じゃねってなるから、だからあの短い苦痛よりも長い苦痛を取らないようにするために、今あの多少苦しむるっていうものを選択肢入れていくっていうのは非常に大事なんじゃないかなっていうことを思った次第だったってことなんですね。だから僕もね、今ね、あの全くもって今の仕事ってあの面白くないんですよ。あの職
場は好きだし、あの人間関係も良好で、あのこの職場はあのこれまでと違って長く働きたいなって思えるようなものなんですけど、仕事が全くね、あのね、つまんないというか、分かんないからイコールつまんないっていう状態になっちゃうんですよ。右、そう。っていう状態になっちゃってるから、じゃあ分かるためにどうしたらいいかっていうと、あのじゃあ分からないから誰かにいつまでもあの尻拭いをしてもらうかっていうと、これは合ってんのか、秒でついちゃったな。ただいま、そう。分かった、ごめん、外すよ。そう。っていうことだから、まあ例えばそのそれにちなんだあの資格の勉強をするとか、分かんないなりに製品の勉強、製品のことをあの一生懸命学んで、で分からないことは分かる人に聞いていくっていうのを繰り返してきちゃいけなかったりもするんですけど、そうなんですよね。ただとは言いながらも、やっぱり分からんもんは分からんもんなんですよ。例えばあのじゃあ皆さんがさ、あの何のさ、あの芸術的センスもなかった としてさ、じゃあゴッホとかさ、あのなんかあのなんかアルトバイエルンがあれだ、ソーセージの名前だ、違う、ウィンナーとソーセージの違いってなんだ、そんな話はどうでもいいんだけど、あとなんだっけ、じゃあピアノクラシック分かるかとかさ、あの彫刻の素晴らしさが分かるかとかさ、ガウディが建てたサグラダファミリア2026年にいよいよ完成とかって、なんかあのするしないみたいな話が何回も繰り返されてる人、結局26年完成するかいという話なんですけど、完成する前にもう一回聞きたいけど、あと1年半で子供がまだ小さい中で、僕一人だけね、あのサグラダファミリア見に行ってもいいですかって言ったら、多分ね、あのお嫁さんにね、あの5体不満足にさせられる可能性があるから、僕はちょっともうさすがに完成した後に行こうかなと。まあ2016年に1回行ったことがあるから、まあ一応見てるんですけどね。ただね、聞いてよ、携帯を変えた時になぜかバックアップを取れてなければ、あの移行もうまくすることができなくって、ちょっとこいつの首を切り落としてやろうかと思うんですけど、そんなのに言ってる。そのせいでね、あの写真数枚しか残ってなくてさ、せっかくムービーとかもいろいろ撮ったのに、なんか残念だなーっていう感じになっちゃってるんですよね。いやー、マジで残念でしたわ。ということで、そう、この鬼神の仮面があったら、マジでね、秒殺できるんですよ。ボッコボコにできるんですよ。そう。大西さん、こちら、逃げてもぽよぽよってことで、じゃあ、行こうか。このね、じゃあ行こうかっていうのはね、もう言い方がね、なんかこう、やっぱ最終戦というかなんかこうね、いろいろとこう奮い立たせる感じがするよね。ということで、まあどのくらいつまんなくなるかっていうのをね、ちょっとね、一回まあお試しで見せてみてもいいのかなとかと思ったりするんですけど、ペイ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 。はいっと、オッケー、さあ行こうか。さあ行こう、風に乗って遥かな明日を目指し。そもそもリンクってさ、その子供のこの姿でシリーズが始まったのか、それともあのセイヤーのさ大人リンクの方がセイなのかっていうと、最近の作品だとまあどっちかっていうと大人リンク寄りになってるからなので、どっちがあの本来のリンクのあるべき姿なんだろうね。作品によってまあいろいろ変わるからって、だってさ、いやとかさとかなんかさ、いろいろ吸ってきさ、ピンクの赤は悪魔とかってさ、どの作品でも見た目変わらなかったりするじゃないですか。ということで、ニョキ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 大人になっていく。ちなみにこの騎士の大人になって、ね、本来はでもなんか後ろの焼きそばラーメンを光目がぶち抜くことによって顔をそこであと切っていくっていうのがなんか正しいやり方なんですけど、それをしちゃうと鬼神のやつでやっちゃうとなんかもう秒でぶっ飛んできちゃうからなんか味わんないから、ということで今回は鬼神のお面を使わない正規のやり方、やっぱ仮面らしかった目の前、あっちゃ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 っ屋台ってなんであるんですか？逆から読んで、逆から読ませるようなやり方になってるんですかね？って、他の方、あるか、行って、って、なんだ、なんか見えない、ポトンローケンっていうのが飛んできた。まあ、結局、ね、ジャッキー・チェーン扮してるチュンリーが一番怖いかった。あり、ちゃ、こいつ、なかなかしちゃ、やるよ、はい。さあ、で、ちょっと待ってね、ジミーに、さあ、来い。さあ、来い、やつは。オーケー、ちゃ、オーケー、さあ、対面、ギャッチー。なんで？あれ？今普通に構えてるよ。What happened to you？ で死ねえ。終わった。よし、じゃあ今度は刺しそばやな。刺し焼きそば届かない。なんでか焼くことができない。チルタリスはチルトの進化系。そんなことはどこでもいいんだ。なぜかあいつはドラゴン系にされている。燃え尽くせい。せいせいせい、さあお前のエクスは見てみよう。
あーちょっと無理だな。どこ行ったどこ行ったどこ行った、なんかブン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 ベイブレイド。そう、なんかもうね、普通の実況になってくると急に口数が少なくなってくるっていうこと、私のね、あのちょっとね、特徴不足で、特徴不足じゃないな、ちょっとなんだっけ、力不足っていうところなんですね。だから普段のなんか雑談ベラ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 喋っているターンとかだったり、なんかいろいろとね、こう、なんか近づかれてると思うんですけど、こんな焼きそばブンブン振り回されてるやつに対して、なんかどんな実況したらいいのっていうのは、やっぱりね、難易度が高いっていうかさ、もうどうせなら、さて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 、ほんでからのブンブンブンブブブブブブブで、ちょっと待ってよ、危ないよ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 、あっち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 仮面が燃えてしまう。ちなみにムジュラの仮面ってどうやってできたのっていうのは、ぜひですね、もうだいぶ古い漫画だけど、姫坂さんだった、姫野さんだったかなんか、そんな名字の方が、まあ、時のお金によってムジュラの仮面とね、それぞれね、あと、なんか、なんか、地球の章と大地の章とかって、そこら辺の、その時代の作品のゼルダを、漫画化してくれた人がいて、で、それを見ると、なんかどうやら、なんか邪悪な力を持った獣が、屍になった時に、数日共に過ごした、あと、なんだっけな、なんか若者が、それの、甲羅の一部を切り取って、ムジラの仮面を作ったみたいな、そういう設定を作ってるんですよ。それが、まあ、正かどうかっていうのはわかんないよ。もしかしたら、ちゃんとなんか宮本亞門さんとかがさ、そういう作品違うんだよね。うん、とかっていうのをなんかやってたかもしれないけど、ちょっとそっから辺がね、僕はあんま分かってんですけど、ね、ちょっと待ってるだけではなんかそういう設定だったんですけどね、あっちやっちって言って、実はもう、あーもうほんとこれ素早すんだよな、ね、これあるわ、何が思えるか飛ばしてこないんだよって話なんですけど、これ一応さ、これ切っちゃってるからさ、ういーマッソタイムアルギニンを注入、血管拡張作用、マルトテキストリンもついにここまで到達したか。お首が生えて大きくなる際、お手手などいらない全ては私、SMA のために生きております、ムチ三郎を。さすが上司だ。チー、さあ、しびれろ。お前のしびれ粉は俺の毒消しになるのだ。ああ、超オッケー、やけど直し、オッケー。さあ、氷直し、何でも直し、そんなお前には怒りまんじゅう、イエス。さあ、この作品に関してはボスはね、その気になれば一方的にボッコボコにすることができるっていう話だから、まあ、そういう意味では難易度はぬるめかもしれないね、各ボス戦に関しては、うん、終了だってさ、前作のさ、時のオカリナに関してもさ、結局いろんなボスもさ、そう攻撃できるターンできないターンとかっていうのがあったりとかするけどさ、に出てくるボス、まあこのムシラ系も含めてもさ、トータルトータルとか、そういうのがね、こういう時に本当にできるわけだもんね。ということで、そうだ、京都へ行こうと、さて、京阪電車に乗って、リンリン出町柳、京大が近いよ。うん、あれだね、京都精華学園で、京都精華学園もなんか最近女子が強くなってきてるよね。まあ女子は全国優勝したりとかなんだりとかしてるけどさ、まああれも黒人の力だ、うんがとかって言われたりとかするけどさ、そんなあれだったらさ、普通にさ、高校出身の子がさ、JBL じゃねえ、もう古いの JBL だから、W リーグとか行ったりとかするわけじゃないからさ、もうだんだんそういういろんなさ、やっぱり、なんか、いまだにさ、留学生反対とか、反対運動とかってやってる人がいるけどさ、本当時代遅れなんですよ。うん。そこに追いついていかなきゃいけないんだったらさ、もう若い時からそういうところにも、揉まれるような環境っていうのを作っていっとかないと、だってさ、
なんなら試合で戦ったらさ、その外国人留学生っていうのはすごいさ脅威に感じるかもしれないけどさ、普段の練習の中だったら当然その、連携プレーとかっていうのはさせたりとかするけどさ、よくよく考えると一番の脅威はチームメイトなんですよね、うん、そいつを、ベンチに入れない、まあ、入れないというか、まあ、ベンチに入れる入れないとかっていう問題もあるしさ、そいつをかいくぐってさ、普段の練習をさ、オフェンスもディフェンスもやったりしなきゃいけないわけだからさ、そういう切磋琢磨されていく中で育っていってるわけだからさ、ね、なんか頼っている云々とかっていうのはさ、なんかもう他と違いだよなとかって思ったりするんですよね。そいつを倒す、チーム内でそいつを倒すために一番頑張ってるのは誰だって言ったらチームメイトの皆さんなんですからと言ってる間に、ホービービーブーフーとかってなんかになっちゃってるしてるんですけど、はい、ということで、無事ボスを倒しきることができて、なんだかんだ、もう35分以上の実況を続けているわけなんですが、はい、ということでね、ムジラの仮面もついに終わりを迎える時が来ましたよ。いや楽しかったね。これ今29パート30いくのか、ちょっとどっちかわからないんですけど、うん、やっぱりゼルダってこうしっかりプレイをするとなんか奥が深いというか、今回に関しては多分テーマって友情なのかなって思うし、でその仮面っていうものをなんか返すことによって、こう本来見せたい顔が見せられないみたいな、例えば今回のさスタルキッドとかもさ、本当はスタルキッドってさ、いろんなところにさ友達が欲しいけど、その友達に過去裏切られたっていうところから、こうどうやって相手とコミュニケーションを取ったらいいのかっていうところがやっぱりこうなんかうまくいかないで、もどもどもどしてて、で仕方がないからとりあえずいたずらちょっかいをかけることによって、ちょっとこっちに気を持たせて、で追いかけさせてみたいなね感じなんだけど、本来は自分が友達になりたいんだ、一緒に遊ぼうよっていう気持ちをなんかうまく表現できなくて、そういういたずらっていう行動に移してるっていうような感じがしたりとかするんですよね。うん、とかパーフェとかもさ、まあ本来であればそういうことはなかったんですけど、まあムジラの呪いを受けたことによって子供になってしまいましたと。だから直接会うことができないからっていうので、まあなんだろうな、キータンの仮面なんかをかぶったりとかして、まあ本人に会わないように、アンジュちゃんに会わないようにとかみたいなことをしたりとかしたけど、うん。あとはまあそのなんか、あ、やっとく？出会いがあれば必ず別れは訪れるもの、ですがその別れは永遠ではない、あいつ別れ永遠になるか一時になるか、それはあなた次第。ははは、まあねー、うん、では失礼します。マリオ、おや、あなた随分たくさんの人を幸せにしてあげましたね。あなたの持っているお面には幸せがいっぱい詰まっている。これは実にいい幸せだ。そう。で、一番その仮面っぽいなーって思うのはやっぱクリミアさんだったりするんですよね。クリミアさんさ、そのアンジュとのまあ付き合いの長い友達っていう設定なんだけど、まあ心底ではその自分はその町外れの牧場を姉妹で営んでいるのに、その親友のアンジュは結婚をして幸せな家庭を築こうとしているっていうところに少なからず嫉妬を覚えていますと、うん、だから月落ちてこないかなって、こうすごいね友達思いと見せかけてで置いて、実はちょっと腹黒いみたいな反面があったりとかしてね、うん、だから表の顔と仮面をかぶった顔とでなんか違うよねみたいな、そういうのがまあこう垣間見えたりとかするわけですからね、うん、そうそうそうってみたいなところがあるから、まあね、いろいろとあったりするよね。ということで、あ、宮本亞門じゃなかったですね、しげるさんでしたね、うん、オッケー。で、宮本テルがあれか、なんだったっけ、小説家か作家さんだよね、はい、ということでね、無事終わりました、ありがとうございましたということで、次ね、どんなゲームをしようかっていうのはちょっとね、まあまあ今進行形でね、ポケモンとあと桃鉄をやっているわけなんですけど、それはまたね引き続きやっていこうと思います。ポケモンもまだまだ序盤だし、桃鉄はもう非常に苦しんでいる最中なんですけど、うん、まあうまくね、ちょっとシコッとですね、まあ稼げるだけ稼いで最後破滅へのロンドを果たしますることができるのかっていうところがまあ悩みどころではあるんですけど、うん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 、まあうまくいくでしょう
行かなかったらね、なんか初めてのなんか、まあね、あとね、言ってね、こう届いてるゲームがあって、マリパ3とかさ、罪と罰とかっていうのが、こう裏でね、その実況を一回切れたところで、なんとかもう一回盛り直してやろうかなとかってやったりするんですけど、なかなかうまくいかないっていうところがあるから、そうね、どうしようかなと思って、まあ、それはもう完全なるこう打ち切りにしてしまって、なんか行って帰って戻ってきて、お帰りなさいという状態なんですけど、そう。っていう感じだから、まあ、果たしてどうしようかなと思って、でだから次にやるゲームを今ちょっとね、その2作品を今同時並行でやっているんですが、その同時並行やってる作品がとは別で、もう1作品くらい、だからまあなんか3本くらいをこう回しながらねできたら面白いなと思ったりするんですけど、果たしてそれがどうやってできるかっていうところなので、ちょっともう1作品はちょっとこの 2,3 日しっかりと考えて、新しいもの買うんだったら新しいもの買って、まあこれ見てなんかね、そのまあ桃鉄とかまあポケモンとかもなんだかんだやったことある作品だし、ムジラの作品ももう二十数年ぶりだけどやったことのある作品だったから、まあ、一応記憶の彼方に残ってるわけなんですよね。だから全くやったことのない新品の作品をやってみるっていうのも ありなのかなと思って、まあ一つちょっと候補はあります。一つ候補はあるんだけど、セールでもやってくれてたらね、秒で買うんだけどさ、なんかこの間セールで、やってたタイミングがあって、買おうかなと思ったんですけど、ちょっと買うタイミングを逃してしまって、で、あ、最近、そろそろ買おうかなと思ったら、正規の金額でさ、で、2000円差があるとさ、やっぱりさ、ちょっとなんかね、6000円か4000円かって言ったらさ、その3分の2で買えるかさ、あの正規の価格になっちゃうかって言ったら、ちょっと抵抗感あるっていうか、そんな感じになっちゃうんですよね。そう。はい。まあ、あとは皆さんの方からこんなゲームとかもやってくれたら、まあ、スイッチかスチームでできるゲームだったら基本なんでもできますんで、ちょっとプレステは持ってないから残念ながらできないんですけど、まあ言っていただければできないことはないかなと思ってるんですが、プレステもそっか、頑張ればできんのか。でもね、持ってるのが PS3 だから、やると思ったら何だろう、サイレンとかでも俺やったことないから分かんないんだよな。それこそサイレンがいいかとか、あと完全にクリアしに行ったことはないけど、あとコードベロリカ、バイオハード。久々にバイオとかやりたいね。もうだって半年以上やってないもんね。バンジョとカズイの大冒険を始めてからずっとこういうレトロゲーみたいなことばっかりやってるから。ああ、なるほどな。よし、じゃあバイオの、あれでもやってみるか。ただね、パソコンを変えてから、バイオのね、一作品もね、残念ながらまだ、ダウンロードもしてないから、一旦 HDD の方に、バイオのこれまでの作品をちょっと落として、で、やってみるか。ありだな。そうしてみようか。そうだね。久々に僕がしっちゃかめっちゃかになるバイオの作品を見たいよっていう声も、もしかしたら、ごく一部のマニアの間ではね。てか、もともとさ、もう3年も4年もさ、ずっとバイオばっかりいろんなね、ものを取っかえ引っかえさ、やり方変えながらとかってやってきたわけだから、まあ別にバイオがね、バイオずっと見てたのに、逆にね、なんかお前いろんなゲームやり始めたなって、しかもカプコンから任天堂に寝返ったのかみたいなことを言われたりとかしてるかもしれないから、まあ、それはそれで、すいませんでしたっていう話で、ちょっと久々に、もしかしたらバイオに戻るかもしれないので、それはそれで、ぜひご覧いただけたらなと思います。お前また、あぶね、こいつまたあれだよ、自分の娘に息子をしゃぶらせようとする系パパだからな、危ない危ない、本当に。しかも、とか言うからね、本当にもうドキッタイなんだよな。来た、ここがあれかね、結婚シーンですね。かえって、お前、大工の棟梁、なんでそこにいるのって、マニアのあれね、親とを出すって。で、これ、一応、目線は、ステイって言われてるらしいんですよ。だから、呪いが解けて、なんか、カーフェイの目線で、で、しっかりとおっぱいを見ているというね、もう目線がおっぱいなんだよな、完全に。ごめん。一瞬あれだ。そうだ、このね、スイッチのね、やらしいところがね、長く操作をしなかったら、ちょっと画面が暗くなってしまって、で、こいつの親父は出てきて、出てきたっけ、親父は出てきてないな。あ、ついに息子をもう見限ったって感じになってるね。というところで、もうそろそろ終わりかな。そうだ。いろんなさ、こう、なんか、なんていうの、お祝いをする瞬間が出てきているのに、このパッ、人だけ、ちょっと、なんだろう、残念というか、息子が変わり果てた姿で、こう、発見されるっていうのを、こう、見るシーンになって、ちょっと、悲しい瞬間もあったりとかするんですよね。はい。という、やっぱりまあ、光あるところに影あるとかってよく言われたりもするけど、まあそれがしっかりと描かれた作品で、逆に僕はここに関してはね、好感度高かったりするよね。あいつ結局何言ったんだっていう謎が解ける瞬間でもあるわけだからね。はい。
ということで、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ムジラの仮面のシリーズは、以上をもちまして実況終了となります。ぜひね、今進んでいる他のゲームであったりとか、次回また新しく始めていくゲームをご覧いただくためにもチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して引き続き応援のほどしていただけると幸いでございます。はい、ではまた違うゲームでお会いいたしましょう。これゲームオーバーじゃなくて何だったっけ、フィンとかエンドとか出んのかな、あ、ザ・エンド出たね。はい、ではまた次回いつかどっかでお会いしましょう。いつかじゃない、明日また別のゲームでお会いしましょう。バイバイ。